はい、じゃあ介入編ということで、特に前腕が肘から先のね、見てる、今日の情報を見てみますけど、昨日の評価だと、こうちょっとね、反調肘が強くて、前腕がこう、介内して、そしてここの頭背骨が足りなくて、ちょっと親指側がこっちに出ちゃってる状態で、ボトルとかこうやって持った時にやっぱり人差し指がこうね、こうほいキャッチこう持った時にちょっとあっちにカメラ見せてもらうと、この第一肺側骨幹筋がきちっと効かないのと、頭背骨これが十分に出てないので、ここに隙間がすごく空いちゃうというようなこう評価だったと思います。まあ、今日もやっぱりそういう要素が多いので、少し手の治療をしていきたいです。はい、前に上がってきますね。よし、そっちも乗せといてらね。そしたら今までのね、復習を考えると、この肩甲骨のきちっと内転下性、そして下の方で骨盤がちゃんと支えてくれるということをね、彼でリーチでやってきたわけですけど、そのことを十分踏まえてから手先のことにこう入っていかないといけないですからね。押し付けがやっぱりこうちょっと強いですね。なので指先からずっと、そう、はい、簡単に、そう、はい、指先からずっと、この時にね、やっぱりこの頭骨がしっかりこう降りていくっていうのは難しくて、肩甲骨に対する頭骨のこのリーチが足りないので、頭背骨がちょっと不十分になっているという要素はあるかもしれませんね。そしたらそこからよいしょ、前腕に少しこう入っていきますけど、脚骨の上を頭骨が自由に降りていく、ここのところがちょっと足りないですね。なのでできるだけ肘に近いところから、円界内筋と腕頭骨筋のこの可動性をしっかりこう出して、脚側を軸にして土台にして、頭側がちゃんと回っていく。そしていろんな解剖でもね、新人さんにお見せしましたけど、この辺ずっと膜組織がね、覆ってますので、滑走という意味でこの主外筋たちがこのカルパートンネル通って手に入っていってるわけですけど、爪の跡がそういう、こう触った時の膜のテンションというのも、まあ、特に手指屈曲が強い脳卒中の患者さんなんだと、なんかだと、こうここを緩く動かすということ自体が非常に難しいという人たちいますので、十分にモールドして、そして骨をちょっと止めといてあげて、頭骨止めといてあげて、この頭骨の周りをきちっとモールディングした筋肉のエッジでモールドしといてあげて、それが十分に連弾性を持って、内側にと動けるというのも非常に重要になってますね。そしたら彼の特に問題が大きいこの手根のところに入ってきますけど、
この手関節そのものを少しトラクションして隙間をきちっと作って、映ってますかね、映ってます。はい、隙間を作っておいたら手根骨の方を安定して頭骨を降りていく、頭骨を降りていく、頭骨を降りて、そして頭背骨がきちっとできるように降りていきますね。それでもあの評価でちょっとあった母趾内転筋がやっぱりちょっと開きにくくて、親指がこう人差し指にくっついてきちゃうので、これは今からちょっともう少しやっていかないといけない。で、頭骨は降りてるんですけど、まだこの辺のフレクションが強くて浮いた状態になってますよね。なのでこの水かき部分の長さ、そして中腰筋の安定をきちっと促して、で指先を遠く、はい、降りていきます。そして前腕をしっかり、自分の前腕のところで安定化させておいてあげて、あのもしかけすぎると痛いので気をつけてね。そして指の先をこうやって安定化したら、この指で僕の右手の、3、4指で使って、第一背側骨幹筋のところから MP をピックアップします。で親指はきちんと安定化しておいて、 MP をピックアップ、そして指先遠く、 MP をピックアップしたときに中腰筋がきちんと働く、そして指先遠く、指先をちょっと縮めて長く縮める、長く、ここをこうピックアップしてる、これが大事、この信号が大事。よし、そしてこうしてみると、ここのね、あのフレクションしてポコッと浮いてたものがちょっと降りてきますから、そしたらまだこの第一背側骨幹筋きちっとオートマティックに働きにくさがあるので、この尺足の指たちを安定化して、そして母趾に働きかけます。親指こっち、そう、そうするとこの母趾の心筋群とか肝母趾外転筋とかそういうのがきちっと働く。その時ちょっと母趾の先端を安定化しておく。はい、降りてあげる。よいしょ。そしてその陰腹自体はこのエリアにあるので、そこを少し刺激して、母趾の心底、母趾の心筋群の力、心筋群を働いてきたら、その運動を急にして、返り返していきます。で指先長く、そして今度また4指を安定しておいてあげたら、この母趾内転筋をピックアップするように、動きはこの CM 関節、ここから動かしていきますね。ここじゃなくてね、 CM 関節から対立の方向、 CM 関節からここね、ここを軸にして対立の方向、対立の方向、対立の方向、そして肝母趾外転筋を側通天井と、これですね、はい、降りてきて、これよし、そう、はい、降りてきて、それ、よいしょ、はい、降りてきて、それ、松尾さん、あの枕だと、はい、それ、そう、はい、OK。 そしたら尺足がきちっと安定しといてあげて、4指をきちっと
尺足ですね、小子宮で安定しておいてあげて、親指外転から内転に、はい、外転から内転に、しっかり丹母子外転筋が働くことによって母子内転筋が抑制されるよ。はい、降りていきます。よいしょ。そう、そして大外がきれいに出るようにしますね。そしたらちょっとカメラ回るんでね、目安に避けてやりますけど、母子の母子球筋、小子球筋、そしてカルパートーネルから出てくるいろんな筋肉、腱たち、軟骨組織たちをしっかりこう開いて、そしてこことここを2つ折りで近づけていきます。で、活性化する。よいしょ。活性化する。よいしょ。活性化します。よいしょ。はい、 OK。 ちょっとこのね、リーチの時にファシリテーションしてたこの足をね、油断するとすぐに突っ込んできますからね、気をつけない。カメラを一回止めてください。じゃあ、少し枕の上に、まひてというか、あの治療対象の手を乗せてあげて、少し小腹椎にしてあげることで、腹筋群が緩みますので、緩んだ状態で少し指を自由に動いていけるように。まずは母子球をしっかりここで安定させておいて、小指を長く長く長く遠く、そうです、長く長く長く遠く、長く長く長く遠く。そしたらこの小子外転筋が立ちが効くように、ちょっとむしろね、隙間に上がりやすいように抵抗をかけてあげた方が、小指の、そう、あるいはね、メアリー・リーチ先生なんかはここにこう分かりやすくボールペンでバツつけてあげたりね、ここですよ、よいしょ。普通に少し意識に上らせてもいいので、しっかり小子外転筋を働くように、はい、頑張れ、そう、それ、そう、ここのところふっくらしてますね、これが大事です。はい、戻して、そしたら今度尺足をこうやって安定しておいて、親指を対立対立対立します。そして主内がこうちょっとね、あの安定化したら少し小屈しといてあげて、この3本曲げてきて、そうそうそう、そして伸ばすときにあっちに伸ばしたくなるんですけど、そうじゃなくてここの MP を緩めてあげて、天井の方に進展するという、剣のゆとりを持たしといてあげて、進展の感覚をしっかり入れてあげるというのが重要。はい、曲げてきて、そう、なのでちょっと小屈しながら指が天井、はい、どうぞ、そうです、そうです、そう、そしてこの心筋群のね、前腕の心筋群にちょっとあのきちっとゆとりを持たしておいて、腹筋群のゆとりを持たしておいて、そして指の遠くにディストラクションと言いますけど、指がこう屈曲進展じゃなくて遠くに長く引き伸ばされる感触、これが大事ですね。そしたらここから少し、はい、肩甲骨ピシッと、そして指先でこすっていきましょう。そう、感覚をしっかり入れていく。この時にちゃんと下の足をね、支えてるかなっていうのを検知しながら、検知しながら、検知しながら、指先から感覚をしっかり入れていきます。そうです。そう。そしたら、
際に第一肺側根幹筋とかしっかり働けるかな、指先遠く、そう、そして肺、緩んできて、指先遠く、そして親指の方に、そう、肺緩んできて、肘以外をちょっとこうやって安定しておいてあげて、肘の動きで中入ってきて、肺出して、こういう進展を、そして第一肺側根幹筋のファシリテーションをしっかりして、はい、出てきて、その時他の腱をちょっと緩めて、感覚を入れてあげるのが目標なんでね、はい、そう、RM 訓練をするわけであり、伸びて遠くに指先、いいよ、そうです。そしたら、リストのところだいぶね、この頭骨こうやって降りてこれるようになってるんですけど、関節の中の軟部組織をもっとモビライズするために、頭骨と尺骨の間を少しこう開いといてあげて、そしてこの手根骨をこの親指の方向に少し小屈しながら滑り出してあげて、そう、そこから小子宮、母子宮しっかり開いて、肺屈、頭肺屈ですね、この手が非常に重要、ペットボトル1個持ってきてね、はい、じゃあこれを下ろすんで1回ストップ、この時ちゃんと頭肺屈がこうできてね、まだこいつがもうちょいこうで、尺足のリーチがもうちょいこう到達してほしいですけど、これにはまだこの辺のエリアをね、やらなきゃいけないことがあるようです。はい、もう一回パーンして、と腰はこうちょっと来転しやすくなってるし、頭蓋骨も左右差が減ってきてるし、ね、指はそのままね。はい、膝に下ろして、で最後もう一回だけキャッチ。よいしょ、はい、お膝に持ってきて、はい、ください、よいしょ、リーチとこのフレッシュシェイピングのとこを取る前にこう手の形作りといわゆるベル型のカーブの一旦速度が落ちるところで、指がしっかり物に合わせて、そしてここがリーチがちゃんと到達しているから、等速がこういろんな水の重さを検知したりとか、重心を検知したりとか、そういうような道具を操作するということに対応した手の反応になっていくわけです。はい、ストップしてください。